やっとタイに着きました。今からとりあえず両替してきます。ここがね、多分空港の中だと一番あのレートが換気率がいいはずだ。ここでとりあえずあの10万ぐらい両替してきます。両替にはパスポートかパスポートのコピー必要なんで、皆さんお忘れなく。ということで10万だと思ってたら12枚渡してたんであの12万円分交換してきました。34,140バーツになりました。はい、それでは夜の街に繰り出します。